して3区の活躍で人気に火がつき、昨年の種付け頭数が自己最多の89頭を記録しました湘南カンプをご紹介いたします。父は桜爆心王、母の父はラッキーソブリンです。湘南カンプは父の代表3区として圧倒的なスピードを武器に G1 高松宮記念で高徳に3馬身半差をつけて圧勝しました。他にもスワンステークス、阪急杯で後続に影も踏ませぬ逃げ切り勝ちを収めており、一時代を築き上げたトップスプリンターです。父桜爆心王から受け継いだ類まれなるスピードは3区に確実に伝しており、昨年のニュージーランドトロフィーで湘南アチームと湘南和立が見事にワンツーフィニッシュを挙げたのは、皆様の記憶にも新しいことかと思われます。また今年の3歳世代も好調で、芝マイルの新馬戦を優勝し、続くオープン特別の福島2歳ステークスで2着に好走したバリアントアロー、 JRA ブリーズアップセールにて1026万円で取引された直後に新馬勝ちを果たし、オープンでも好走しているノーブルルージュ、中でもセレクトセール当選にて1785万円の高値で落札された成田スターワンは新馬戦マイルの特別戦を連勝し、今年の3歳マイル路線での活躍が大いに期待されている一頭です。また様々な繁殖牝馬との配合が可能ですが、中でもサンデー系との相性は抜群で、先に挙げた活躍馬のほとんどがサンデーサイレンスの血を引く繁殖牝馬との配合です。ぜひこの機会にお持ちの繁殖牝馬との配合をご検討いただけると幸いです。受胎率も高く、3区がコンスタントに活躍している湘南カンプですが、本年度の体付け料は受胎確認後60万円生後状、失礼しました、受胎確認後40万円生後条件60万円となっております。ぜひ桜爆心王最良の後継賞は湘南カンプをご指名よろしくお願いいたします。以上、湘南